はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは、お元気でしょうか。カエルさんちへようこそ。はい、最近ね、美術館っていうものは、まあ、美術館に限らず博物館みたいなところもね行っていないなぁと思うんでね、うん、あの横浜市美術館とか博物館とか、あと茅ヶ崎とかさ、厚木とかって必ず市ごとに横浜市とか厚木市とかねあったりするけど、結構入館料は200円300円ぐらいかな。ただ横浜市とか小田原市あたりだと500円ぐらいとかさ、まあ、それ以上になるかもしれないんだけどね、それなりのお値段になってしまうけど、うん、まあ行けたら行くかなっていう感じで、率先して行くかっていうとあんまり行かないかもしれない。うん、そういうのはまあ興味があるかっていうとね、興味なかったりとかするから、うん、だから本当はね、興味持って行く人がどんどん増えていったらいいんだろうなとは思うんだけど、なかなかそういう博物館とか美術館でその絵が得意な人が周りに、ね、いなかったりだとか、絵に興味があるとか、うん、まあそう、絵じゃなくてもそういう、なんだろうな、仏像じゃないか、そういう彫刻、そうそう、彫刻のようなものを好きかっていうとあんまり好きではないんだよね。うん、だから小中高ぐらいのその美術の教科書にあるぐらいのものを 見たっていうかさ、そういうのを教科書で見たぐらいで、そっから多分深掘りしてさ見に行くっていうのはないかな。多分その一生のさ、あのなんて言うんだろうそういう仕事としてね、そういう美術とかそういうのに携わりたいって思うのは、まあそういう教科書からそういう仕事になりたいっていう人もいればね、まあまあ周りがさ、そういう彫刻とか絵を描く人とか、あと書道とかもそうか、そういうのもね、あの美術館っていうか古典をやってる方がいらっしゃったりとかするからね、まあそれで本当にさ仮になるかというと、多分本当に一部の人なのかなって勝手に思っちゃうんだけど、うん、まあそういう思ってるのは私だけかなと思うんだけど、皆さんどう思いでしょうか。短いですけども、以上です。